アイアンレ・スレーマンは、ジブチの陸上競技選手。ハッサン・アイアンレとしても知られる選手で、中距離走、特に1500メートルを専門とする。1500メートルの自己ベスト3分30秒31は、ジブチ記録であり、3000メートルの7分42秒22もジブチ記録である。スレーマンが最初に、国際大会で名を上げたのは2009年の、フランス語圏競技大会で、 1500メートルに出場し10位に入賞した。世界ユース選手権には3000メートルで出場したが予選落ちであった。2011年カタールドーハで開かれたパンアラブ競技大会に1500メートルで出場3分34秒32をマークして優勝ジブチに初めての同大会でのメダルをもたらした。同年のアフリカ競技大会にも1500メートルで 出場、6位入賞を果たした。翌年には、世界のトップレベルに名乗りを上げ、世界室内選手権の1500メートルで5位に入賞した。主要な国際大会での初メダルも2012年に、アフリカ選手権の1500メートルで、銀メダルを獲得することで達成した。しかし、メダル獲得が期待された、ロンドンオリンピックには、怪我のため欠場した。2013年2月、 フランダース国際で3000メートルに出場し、ジブチ記録7分39秒81を樹立して3位に入賞した。同年6月には、スウェーデンの大会で800メートルのジブチ記録を更新している。2013年8月、ロシアモスクワで開かれた世界選手権に800メートルで出場、エチオピアのモハメドアマン、アメリカのニック・シモンズに次ぐ銅メダルを獲得した。 世界選手権での銅メダル獲得はジブチ勢では初であり、翌2014年にはポーランドソポトで開催された世界室内選手権の1500メートルで金メダルを獲得し、初の金メダルをジブチにもたらした。ありがとうございます。